皆さんこんばんは、和堂です、えー。2018年1月の14日、えー、夜中の3時51分です。よろしくお願いします。ちょっと、えー、と告知だけさせてください。えー、配信をね、えー、5年間休みなく続けてきたんですけれども、最高でね、休んだのが3日間ぐらいしかなかったんですよ。連休というか。で1ヶ月にね、まあ、多くて4日休むとか、まあ、2回、3回休むっていうのが多いんだけど、まあ、 1か月で4日休めればいいかな、週1で。っていうような生活を続けてて、ちょっとね、ふわっちでマンスリーランキング10位、まあ、1か月間にマンスリーランキングっていうと、ポイントで争ってるんですけど、マンスリーランキングね、1回ね、10位以内に入った場合ね、ちょっと1か月間、長期休暇をいただくっていうふうなことを考えましたので、ちょっとお知らせの方にね、あのプロフィールページの方に書かせていただきました。で全配信サイトで あの配信をこう休止するっていう感じでえ告知をさせていただきますので詳しくはねふわっちのプロフィールページを読んでいただけると書いてありますのでえぜひご覧になっておいてくださいまあ告知は以上ですねえマンスリーランキングふわっちでえ10位以内に入った場合長期休暇をいただきますとはいよろしくお願いしますすいません雑談続けましょうメガホンなしでランクインは難しいシステムですわだよねメガホンすごい効果なんか どれくらいポイント入るんだろうメガホン1個で1ポイント入るんですかマンスリーポイント。メガホンのマンスリーポイントが何ポイントか分かんないかな。あれ、運営さんに聞いてみたいよな。メガホンありがとう。うんこ製造機さん。メガホンありがとう。 1>, 1個で10ポイントなんだってこと1000個で1万ポイントなんだなるほどなるほどメガホン21個ありがとううんこ製造機関さんありがとうございますメガホンありがとう、うん、なるほどなるほどそういう仕組みなんだね まあなんかマンスリーポイントってよくわかんねえもんな。閲覧は関係ないのかななんかポイントがどん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 わかりづらくなってきてはいるよね。潜ってるけどたまにき、ああ、ありがたいです。としさんありがとう。もしよかったらフォローもしてください。ぜひ。ロムセンさんすごい大事にしたいなと思ってるんで、嬉しいですね。 ノムセンさんのリスナーさんがね、やっぱいっぱいいる配信結構好きなんですよ。まあ、ドレさんはさすがに多すぎると思うけど、15分間ね、500人いて15分間コメントないってどういうことだと思うけど、あれはもうスキルだよな。水増し疑うもん、本当とに。まあ、本人はやってないって言ってるけど、15分間500人が見ててコメントないってありえるのかって。しかも、なんかノンストップでトークし続けるから、すげえよな、あのスキル。 俺絶対真似できないもんな15分間リアクションなしでさ500人にじーっと見られててトーク続けられるってすごいスキルだよなんか新しい宗教みたいな <laughs> なんかこうドルさんの周りに500人集まってドルさんの話を15分間聞くみたいな <laughs> すごいよなあれも俺だったら心折れるもんな誰か何か言ってって 誰か何か書いてよてあれは本当にドルさんの才能だと思うまあ才能なのか病気なのかわかんないけどでも配信者には絶対向いてるツールだよないやーすごいよ Twitter にもキャプったの画像載せたんですけど今日3時間話しましたからね配信終わってランニング行こうと思ったらドルさんから電話かかってきて うん、3時間きっかり話したかんなまあ楽しかったけどねコメントしづらいことこもあったコメントしづらいっつうかなんなんだろうねツッコミづらいのかなドルさんには「おい」とかツッコミづらいのかなそれか「ふわっち」がやっぱり前から言われてる「ピュアミン」が多いとかなんかいろんな可能性があると思うんだけど、うん、ちょっとよくわかんないよね ど,どういうことなんだろうみたいな。どういうことなんだろうっていうのは思うな。謎理論だよね。あブロックしてないとか全解除したって聞いたよ。ブロック全解除したって聞いたか、うん。ブロック全解除した。うん あそこは普通にコメントしても怒られることがあるからコメントしづらいと思うああやっぱブロックされたくないから怖くてってことブロックされるのが怖くてこうやっぱりまあブロックはされたくないよな、うん、最近大丈夫みたいだけど前は下手にコメントすると怒られてた <laughs> すごいねコメントされてみんなが怒られるっていう感覚なんだ えでも見たいんでしょえどどういうふうに成り立ってるのそのコンテンツとしてもう最近ドレさんの放送をさ全然見てないからあ今日も全然また絶好調で喋ってるなと思って安心してブラウザバックしちゃうのよコメントすると怒られるっていう感覚なんだみんなは <laughs> <laughs> すげえな3人ぐらい言ってるもんねコメントすると怒られるえどういうふうに怒るんだろう メガホンありがとうリカさん。800個ありがとう。800個ありがとうございますリカさん。ほとんど見ないからよくわからん。あーでも印象,なん印象はそうなんだ。<laughs> あーでもまああの人はねコメントなくても聞けるからね。ずっと喋ってくれるから。 たまにさ、なんかエアコメント読んでるっていうかさ、俺がブロック入れてるリスナーなのかなって思う時あるんだけど、いや、それがね、とか言って、なんかあたかもコメント読んでるように、なんかトークが切り替わる時あるじゃん、どれさん。あれさ、本当にさ、俺さ、びっくりするんだよ。俺、あれは俺誰かブロックしてんのかな、リスナーって思っても確認取れないじゃん。自分がブロック入れてるリスナーだったら俺もコメント読めないから、あ、誰かのコメント拾ってんのかなと思ったら、 なんだろう俺がブロック入れすぎなのかなどうなんだろうなんかねちょっとよくわかんない現象になったりするんですよね、うん、ああありがとうございますリカさんすいませんメガホンこんなにたくさん貴重なね広告たくさん見たのに40回見たってこと ?880 回見たってことかすごいですねありがとうございます前は花火投げないならコメントするなって言ってたから <laughs> その後香典泥,泥棒ではないかうん花火投げないならコメントするのはすごいな <laughs> それ最初に言い始めた人誰なんだろうね花火投げないならコメントするのはすごいよな、うん、潜っていつも聞いてましたえりリカさん俺の放送聞いててくれたってことロム線さんってことありがとうございます今回は何でまたコメントしてみようかなと思ったんですか ぜひぜひ、あの、ロム戦でも構わないので、あの、フォローしていただけるとすごく励みになるので、フォローよろしくお願いします。えー、なんだろう、今日はロム戦さんが結構、ね、コメント書いてくれますね。ありがたいですね。うん、ありがとうございます。嬉しいな。 面白いなぁでもどれさん不器用な人だよね器用そうに見えて器用なんだけど不器用すげえ不器用の時あるから面白いよねフォローは前からあそうなんだトシさんありがとう、うん、今巡ってますしてまたまたまフォローこちらこそあありがとうございますよろしくお願いしますぜひぜひ大歓迎なんでうん、うん まあじゃあそろそろ寝ようかな。はい。ということで、皆さん、あの、ありがとうございます。ちょっとね、告知だけさせていただきました。なんかね、よく言われる。寝配信にすげえ向いてるって。一番寝れる配信だって言われた。面白いよね。ただまあ、どれさんがね、高熱費払えないっていうのはちょっと、なんか本当に悲壮感漂だよってて、ね、笑えないんだよな。なんかさ、俺とかがさ、まだ、まだギリギリ俺とか、なんだろう、わか、わかっ 若い子っていうのかなまあ、俺でもアウトだと思うけど、バカじゃねえの三女になってって言われると思うけど、さすがにね、ドレさんの54歳の高熱費払えないわね、あの、笑えなくて笑えるっていうか <laughs>、ちょっと、きついなっていう、うん、リアルだなっていうのはすげえ思うんだよね。<laughs> うん。すげえリアルだなと思って。うん。じゃあ皆さんいつもありがとうございます。えー、そんな感じです。お疲れ様でした。 やっぱり1ヶ月休むのやめますお疲れ様です コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前パッドボタン押してんねん,もん。